シシヒトツバ、ヒトツバファーワは、単葉の葉を持つシダ植物で、岩の上などに着生して見られる。ヒトツバはシダ植物門、裏シかヒトツバ族に属するシダの一種である。また、ヒトツバ族及びそれに似た姿のシダ類の総称としても使われる。比較的乾燥した場所に生える着生植物で、岩や樹皮状に生えるが、地上を覆うこともよくある。 保腹系は針金状で硬くて長く伸びあちこちから根を出す。表面には縦状の輪片がつく。保腹系からはまばらに葉が出て葉は立ち上がり気味で高さ30から40センチメートルになる。葉ははっきりした柄を持った楕円形の単葉。葉は厚手でやや硬い角質で表面は一面に細かい正常毛で覆われ毛羽立って見える。部には 長い傭兵がある。葉は厚みがあって硬く角質。表面には正常毛を密生しているので毛羽立って見え、黄緑色。新芽は毛がはっきりしていて白く見える。形は楕円型から卵状楕円形。胞子の部分はすべての葉につくわけではない。胞子葉が特にはっきり分化してはいないが、胞子のつく葉の方がやや背が高くなり、葉の幅が狭くなる傾向はある。 甲子のうぐはほぼ半球状で、互いに寄り合って、葉の裏面に一面につく。日本では、関東異西の本州から、琉球列島に分布する。やや乾燥した森林内に多く、岩の上や樹木の幹に着生する。特に、ウバメがしばやしでは臨床に密生することがある。国外では、朝鮮半島南部、中国、台湾からインドシナに分布する。 着生植物として栽培干渉するにはやや大柄すぎるのか、あまり利用されない。また、人家の庭などに出現することも多くない。しかし、葉の代わり者は、山野草の一つとして栽培されてきた。葉の基部側から側面に多数の都市部を持つものは葉衣も一つ葉、あるいは葉の先端部が細かく分子を繰り返して、塊状になるものを四死一つ葉へ伊藤と言い,い、 いずれも古くから栽培されている。また、近縁のもみじ一とつばちは、葉が手のひら状に大きく割れるもので、台湾原産だが、よく栽培される。裏星かひ一つば属には、アジアの熱帯域を中心に、約100種が知られる。ただし、その分類は確定しておらず、実際の種数は、その半分近く、との説もある。日本では、約6種が知られる。いずれも、 太陽の歯に正常毛を密接するが全体の姿は必ずしも一つ葉に似てはいない。一つ葉以外はいずれもあまり普通に見られるものではない。代表的なもののみを挙げる。ありがとうございます。